とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、行ってみたいと思います。ちょうどいい場所が出てたね。ネザーの荒野のデイリーチャレンジ、報酬がアーティファクトです。ここのアーティファクトが稲妻の矢筒出るんだよね。まだ254しか持ってないので、256が欲しい。稲妻の矢筒は今のところ、一番使うかな。最近の中では一番使うので、最強のやつが欲しいところ。スピンブレードは、256持ってるんだけどね。バジーネストもしくは、稲妻の矢筒256で、大当たりだね。では、早速、行ってみましょう。それでは今回のデイリーが初期 HP1 ですね。で、クリーパーに変わってプレイヤーが吸血だね。あ、ちょっと待って、これ輝くローブで行こうと思ったけども、 HP1 か。2回やられちゃ終わりなんで、火力よりも耐久力メインで行くかな。輝くローブだったら回復しないのよね。ヘルスシナジーもないんで、ならば、ウィザーアーマーつけて、回復しながら行った方が、安全かな。まあ、向こう一応、交渉バリアはついてるけどね。一応ついちゃいるんだけども、それだけじゃ多分耐えれないだろうから、これで行くか。オッケーオッケー。多分、変更が来なければ、問題なく倒せるとは思う。大丈夫かな。一応キャプテンは探しながら、やっていきたいと思います。ここはいるかどうか分かんないけどね。一応探しながら行きましょう。火力もまあまあ十分じゃない。稲妻の矢筒さえあればまあまあいいし、やっぱり激怒か、あれがすごくいい感じかもしれんね。ここはさ、キャプテンいないのかもね。おそらくキャプテンがね、全然見当たらない。多分いないわ。で、このクリーパークエストはこの弓ね、最適性かもしれん。激怒で敵がね、怒るんで、クリーパーがそこに向けてね、爆発するのよね。いい感じ。別に愛のメダル使わずに爆破もね、誘発してくれるんで、これはすごくいいね。で、やっぱり危ない危ない危ない、あれだわ。前この弓使った時にチャージ系を入れてなかったんだよね。チャージ系が入ると全然違う。チャージ系が入るとマジでね、すごい使いやすくなった。前はチャージ系入れてなくって、バーストボースリングだけでの運用だったんだよね。あれがあまりよろしくなかったんだよな。でもチャージ系を入れることによって快適さが全然違う。めちゃくちゃ快適にね、動けるね。これ長男がものすごい強いやつなので、マルチショットとかそういうのは必要ないね。必要ない。でもむしろそうね、黄金の無限悪くないんだけどね、無限も入れずに虚無の方がいいな。まあ263が全然持ってないやつなんで、ないんだけども、今後ちょっと探していっていいね。これやっぱりものすごい強いわ。これ向こう側を、弓自体に当たらないからあれか、ヘッドは発動しないのか。今のダメージは稲妻の矢筒でのダメージか。激怒をね、一人入れとけばそれでいいもんね。おお、変更がついてるな。こういう時は逃げよう。変更はちょっと厳しいわ。で、
もうクリアじゃない？もしかしてさ、なんかそろそろ終わりのような気もする。危ない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 。いやでもクリーパーの爆発も誘発してくれるので大丈夫。もう多分もうクリアじゃない？すげえ楽じゃんここ、すごい楽勝。あ、不安だ。いや、ここ全然キャプテンもいないし、ダメだったね。ものすごくイージーなクエストでした。行ってないところは多分ないもんな。では、報酬見てみましょうか。稲妻の矢筒で、大当たり263。あ、違う、256か。それでは、見てみましょう。稲妻。ブレードか254。いやスピンブレードはいらないな。いやちょっともったいないね、もったいないな。うん、ちょっとセーブしてたのでリセットして、ちょっと何度か出るまでやってみようと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。